ーフペペロン冷製うどんはなんと美しす。おお、ガーリックのカリカリと卵のトロットロ、こりゃうめって。皆さんこんにちは、シトアナです。最近ジメッとしたり暑かったり食欲減退してませんか？そんな時の救世主、冷凍うどん。これを茹でて冷やすだけじゃねえ。そんな時はこれ、コンビーフ。今回はスタミナバッチリ簡単コンビーフペペロン冷製うどんを作ろうと思います。他にも美味しいお料理動画いっぱいアップしてるのでぜひ見てください。チャンネル登録、Twitter フォローよろしくね。うどんを茹でていきましょう。火つけます。おお、茹で上がりました。冷やしましょう。よしよし、いい感じだね。味付けをしていこうと思います。 SB さんのペペロンチーノの元なんだけど、このペペロンチーノソースとトッピング、このトッピングがねあるんですよ、別添えで。おお、結構辛そうだね。ほい、十分に混ざりました。この上にコンビーフ、結構入ってるんだね。次にネギを周りにこう美味しそうな感じに。おー、美味しそう。卵黄、おー、キラキラ。仕上げにペペロンチーノのトッピングを入れます。よいしょ。いいな、これすごいね。他のそれも入ってる、緑すぎるでしょ、これ。クリスマスかなっていうくらいね、鮮やかですね。まずね、このノーマルなあたりからいただいてみましょう。すげえネギまみれ。違う食べ物みたい。ゾゾゾゾゾゾ。うまっ。臭いなって一瞬思うんだけど、お肉の脂がうまく調和してこれ出て、あんまり感じないかも。食べやすい。ネギもシャキシャキだから、食感も結構いいね。真ん中のお宝をちょっと。おー、おおお、すいません、ダムを破壊しています、私。せっかくだからこのど真ん中からいただきたいな。おおお、あらららら、あら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 ららららら。うん、これカリカリがいけるのか。ガーリックのカリカリと卵のトロットロ、これはすごい。これでね、また風味が変わってくると思うんですよね。お肉卵って結構ね、脂っこい感じ。レモンが入ることで急に爽やかさが。食欲なくても食べちゃうわ。そんなわけで、今回はコンビーフペペロン冷製うどんを作ったんだけど、すっごく美味しい。材料費で考えるとコンビーフはちょい高なんだけど、なんかこう楽さを考えると、それに見合わないくらいうまい。コスパがいいと思うので、皆さんぜひ試してみてくださいね。では、次の動画でお会いしましょう。シトアナでした。